どうもお疲れ様です。舞姫大学の特別講義の時間です。今回ね、ナミさんの方からは仕事を素早くこなす3つの条件ということで動画を送っていただきました。で、こちらの方はね、また後ほど動画にするとしまして、今回私の方ではですね、学校給食についてのちょっとお話をね、進めさせていただきたいと思います。まあ、というのが、今回ホーユーという会社がね、全国的に知られることになったんですけども、この会社広島で給食事業を中心にやっておられて、それから全国に波及してるんですよね。で、ここのホーユーという会社なんですけども、給食の入札ってのがあるんですよ。給食の事業をするから、どこどこの会社いくらいくらで入札できますかっていうふうなね、まあ、要するに価格競争をして一番価格の安いところに発注しましょうみたいなのが給食事業なんですけども、それを請け負ったのがホーユーなんですよね。しかし、この入札金額にさまざまね、問題があぶり出されてきまして、そもそも入札の段階ではこの事業ね、1億7000万で入札したところがあったんですよ。で、同じ入札で他の会社は5800万というところもあったんですよね。5800万と1億7000万、この入札が同時に起きてるわけなんですよ。で、それだけでもちょっと異常だなっていうところなんですよ。要するに入札金額が支払うお金ですから、そのお金で給食をやりくりしないといけないんですよね。これだけ倍ほどの差があったら、当然発注する方は安い方に行くと思うんですけども、原材料費これで大丈夫なのってことになっちゃうんですよね。でも、そういうチェックがあんまりこの給食事業の入札にはなかったらしいんですよ。さらにホーユーというところは1800万で入札してるんですよね。これ一体どういうことなんでしょうかね。ホーユーは1800万で無理な入札をした結果破綻してるわけなんですよ。でも1億7000万で入札してるところもあるんですよね。実はそこに仕事をお任せすると、今回みたいなことはなかったんじゃないかなというふうに考えられます。さあ、問題点の2つ目なんですけども、このホーユーという会社、実は外国人技能実習生を使っていたという、そんなレポートも上がってるんですよね。で、この技能実習生さんの月給がなんと3万円というねことらしいんですよ。人件費が3万円ってことでは、月給でですよ、とてもじゃないけどもやってられないですよね。そしてここに見えるのが入札金額の不可解な事情ですよ。他社が1億7000万で入れてるところを1800万で入れてるわけなんですよ。要するに9割安いわけなんですよ。じゃあ、なんでこうやってね、価格を安くできるかっていうと、原材料費仕入れの問題もあるかもしれませんが、ほとんどただ同然で人件費を計上していたってこともあるんじゃないかなと思うんですよね。まあ、いろいろと紐解けてくるわけなんですけども、まあ、そもそもね、給食事業っていうのは何がしかの税金なり補助金が入ってると思うんですよ。だとしたら、適正にこの金額が高すぎないのか安すぎないのかってことを行政監視する必要もあると思うんですよね。やっぱり仕事が欲しいがゆえに、とてもじゃないけども経営が回らないような入札を許してしまえば、突然その給食事業が今回みたいに頓挫して、結局はね、毎日の給食を楽しみにしている多くの方に迷惑がかかると思うんですよ。今回のこの学校給食の件というのはね、緊縮財政のほころびがついにこんなところまで出たかということの第一報だったんじゃないかなと思います。今後もこういった給食事業の行き詰まりっていうのは各所で奮発するんじゃないかなと思ってますね。またちょっとね、補足なんですけども、病院の食事が美味しくないっていう人結構いると思うんですよ。まあ、病院の食事にね、美食を求めるっていう感覚はどうなのかなっていうところがありますけども、まあ、私はね、病院の食事はやっぱり美味しく食べるということも必要なんですけども、他の意味があると思うんですよ。病院食事って別にグルメではないですからね。でも、いろんな意味で栄養のバランスですとかね、回復の意味を持って作られているものじゃないかなと思うんですよ。あとね、病院の病院の食事が美味しくないっていう人っていうのは、なんか妙にグルメぶってるのかなって私勘ぐっちゃうんですけども、どんなもんですかね。私は病院の食事だからって別にね、うまいとかまずいとか思わないんですけどね。何なんでしょうかね。ただちょっとね、少ないなとは思うんですよね。もうちょっと増やしてもらいたいかなっていうところありますけども、私が一番ね、美味しくないなと思ったのは牢屋の中の食事ですね。確かに牢屋の中の食事は粗末だったと思います。だから自弁って言って、自分のお金で出前を取るってことを対応してました。はい、じゃあ今回はそんなところですかね。お疲れ様です。